大発が新ロッキーのティザーサイトを公開。目玉はシリーズハイブリッド日産 E パワーと勝負する背景を解説します。このタイミングでロッキーダイハツは2021年10月1日、2021年11月にロッキーハイブリッドモデル追加を予告するティザーサイトを立ち上げた。一般的にティザーといえばエクステリアデザインのチラ見せや 走行風景を俯瞰するような抽象的なものが多い。だが、ダイハツが広報資料で新ロッキーと称するマイナーチェンジモデルの肝はパワートレインの電動化であるため、ティザーサイトには技術的な観点が満載だ。その上で、ティザーサイトの主な目的は市場予約キャンペーンの紹介である。期間は、ティザーサイト公開日である2021年10月1日を スタートとして11月30日までの2ヶ月間となる。この期間中に、新ロッキーを市場予約し大発販売店に、来店して市場した人にオリジナルグッズをプレゼントするという。これは、ハイブリッド車のみならず、ガソリン車も対象となる。それにしても、単なるハイブリッド車の追加という程度なら、新ロッキーとまで名乗るとも思えず、 またティザーサイトまで立ち上げるほどでもないようにも思えるのだが実は新ロッキーダイハツの秘策を搭載していることが明らかになったのだ秘策はシリーズハイブリッド新ロッキーのティザーサイトを見て驚くのはまるで EV 電気自動車みたいなイメージ画像が描かれていることだそこにロッキー E スマートという表記があるさらに50年以上の月日を超えて 電気の時代へ走り出すとして、1967年のベベバッテリー電気自動車乗用車を起点とした、ダイハツの電動車開発の歴史が年表として、振り返ることができるというウェブデザインを施した。さらに、ティザーサイトを読み進めると、100%モーターの力で走行する e スマートハイブリッドと記載されている。つまり、新ロッキーの目玉であるハイブリッドとは、 エンジンを発電機として使う、いわゆるシリーズハイブリッドなのだ。シリーズハイブリッドといえば、日産の e パワーを連想する人が少なくないのではないだろうか。実際、ティザーサイトが公開されてから、自動車関連ウェブサイトや SNS などでは、大発版、またはトヨタ版 e パワーといった表現が見受けられるようになっている。ティザーサイトによれば、新ロッキーの e スマートハイブリッドで、 発電機として使うガソリンエンジンは直列3気筒ロングストロークの排気量1.2リットルというのことでエンジン発電機スペックとしては日産 E パワーとの共通性が多いなぜ日産 E パワーと勝負するダイハツやトヨタがシリーズハイブリッドを量産化する可能性についてはダイハツとトヨタ以外の各メーカーの間で いつ登場してもおかしくはないという感触を持ってきたように思う。その背景には、トヨタ販売店に対するユーザーからの声がある。仙台ノート E パワーが、今、2021年から5年前の2016年11月に登場し、2017年から2018年にかけて一気に販売を伸ばしていった。その頃、トヨタの販売店にアクアを見に来た人の中には、 日産のハイブリッドはほとんど EV なので、トヨタのハイブリッドよりすごいと話す人が少なからずいるため、販売員がトヨタのハイブリッドシステムとの差を来店者に詳しく説明することに苦心しているという話を、筆者は複数のトヨタ販売店幹部から聞いていた。その後、トヨタは EV 戦略を含めた総括的な電動化戦略をグローバルで国や 地域の状況に応じて、規制や政治的な動きも踏まえて、適宜修正してきた。また、ダイハツの事業戦略も電動化やコネクテッド化など、トヨタグループ全体としての図式の中で、トヨタ主体のもとで、トヨタとダイハツとの役割分担が明確になっていった。そうしたトヨタとダイハツの関係の中で、2019年に、 生まれたロッキーとライズは、トヨタの新戦略プラットフォームトゥンガとのつながりが強い、ドンガ採用で登場した、トヨタ、クロス戦略と相乗効果。トヨタとダイハツが、日産 E パワーの市場拡大を、指を加えて生還し続けるわけがない。開発時期を考えれば、当然、2019年のロッキー発売の時期には、ダイハツ発の量産型シリーズハイブリッドの、 プロトタイプがテストコースで走行していたに違いない。日産の場合、既存ラインナップでは、三菱自動車工業との合弁企業、NMKV で企画する、軽自動車のより大きな車は、日本市場では B セグメント、コンパクトカーであるノートだ。一方で、トヨタの場合、ノート対抗は、ヤリスであり、ヤリスには当然のようにハイブリッド車を備えている。また最近は、 ヤリスクロス、さらにカローラクロスとトヨタのクロスフルラインナップ戦略が一気に拡大しているところだ。そうした中で、社格は A セグメントと B セグメントの中間的存在であり、ドンが採用のロッキー、ライズについてはクロスの別戦法として e スマートハイブリッドと呼ぶシリーズハイブリッド導入となったということだろう。こうしたダイハツ、トヨタの動きもあり、 日産はノートオーラ、ノートオーラニスもノートオーテッククロスオーバーなど、やつぎ早にノート派生者を送り出しているのかもしれない。いずれにしても、ユーザーとして200万円から300万円前後での最新電動車選びの幅が広がるのは嬉しいことだと思う。